すごっ。うわわわわわわわ、なんか、なんかやべえやべえやべえ、なんかこ、怖い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 、アクロバティック。でも関係ねえ、このリーチの長さマジで強い。やっぱリーチって強さだよ。うわ、何こいつ、すげえプロレスラーみたいな動きしてくるな。これが冥界プロレス会場ですか。マジおもれえな、このゲーム。どうしよう、どうしよう。おお、あ、やべ、これガフだ。やめ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 ろやめろやめろ、バイオハザードみたいなもんか。抱きつかれてそっからの一撃があるみたいな。一撃はないけど。うわー、気持ちいい気持ちいい。でもお前飛んでくる、お前空中では無防備って知ってた。この世界の沖だぜ、お前戦闘芸においてアクションものにおいて、お前空中にいる間は無防備やぞ。よし、銀貨。うわ、凍ってていけない？いや、いけるな。そっちのもこっちで壊そう。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。奥から、奥から。うわ、奥から。両を巻き込む。危ない、危ない。こっちをカードで戦えば飛んでこない。飛んできてるけど。全員巻き込め。全員巻き込め。全員巻き込んでいけ。マイクもだいぶ大事。マイク、マイクもだいぶ大事。当たってもいい、当たってもいい、回復すればいい。ほら、関係ねえんだよ、死ななきゃいいんだよ、こんなもん。まだいる。うわ、奥にいっぱいいる。奥になんかいっぱいいる。てか、どっかにいる、近くにいる。まだもう一匹いる。いるー、いるー。うわー、このフレームオブカオスみたいな、めっちゃおもろいよ。じゃが、この数、おそらく門が閉まっとる。冥界が満杯なんじゃ。審判を下すバルキュリアがいない今、冥界が悲鳴を上げておる。なるほど、エンマ大王様がいなくて天国か地獄にどっちに行ったらいいかわからないよって言ってる人たちみたいなもんか。私が開けてやろう、私が開けてやろう、お前ら入るがいい。あ、私は寛大だ。寒そう、寒そう、ここ。どけ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 。しまった、どうする。開ける。ここから入れる。じゃあ横から行くしかないや。ってここあからさますぎない、ちょっと。あからさま、あからさますぎる。こっちから入るまでだ。都合よくあるな。あっちの下は特にない。あ、でもなんかあるやん。登れるっていうだけね。ほら、どいてもらおう。あ、ここは、あー、なるほど、横伝いに行くのね。いいぞ、アトレウス、待っていてくれ。お前の、あー、なんかいる、なんかいます、なんかいますよ。わ、盾とか持っとるやん、めんどくさ。来るがいい。あ、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 勝って。あ、でもシールドバッシュがある、俺には。あ、いって、逆にバッシュだ、いって。わ、勝って、勝て、チンコより勝て。おらおら、うわ、マジ何なんだよおめえら、ほんま。そこや、こいつはシールドバッシュや。よし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 、ほら、シールドバッシュって強えわ。シールドバッシュは真っ先に覚えるべきやな、このゲーム。2周目をやるとしたら。ウルガイ、うわ、強いよ、遠距離。リヴァイアさん使ってたから、なおさら。おほーおほー、ガードを崩して、そこを攻撃してくる。全くもって、理にかなった攻撃だよ。行って。うわ、それは避けられない。うわ、やべやべ、なんかすごいひるまくってて動けなくなった。うわ、つえ、うわ、つえつえけど、まず こいつの攻撃を剥がしてから一気に巻き込むしかねえよな。なあ、おめえよ、めっちゃ食らっちまったけどいい、回復がある。よいしょ、マジ楽しい、超絶楽しいんだけど。やべえ、登っていけ。家の近くで略奪者を殺したが、ここへ来たのか。その割にはすぐ蘇った。各世界での時間の進み方は違う。特に霊界とつながっとる世界はの。
アルフヘイムの光。あれとは逆じゃ。あそこはアルフヘイムより早く時間が進むが、ヘルフヘイムはミズガルズよりも遅い。すまんな、ややこしいのは分かっとる。すぐに息子の元へ戻れるなら好都合だ。確かに飲み込みが早いの。時間の流れが遅いってことはそうだよな。あっちの2時間がこっ、あっちのこっちの2時間があっちの、わからんわ。わからないぞ。後ろから来てる、後ろから来てるけど、どこにいるかわからん。そっちか。そういうのよ、絶対動き回るゲームじゃねえってのわかってんだけど、動き回った方がやりやすいんだよな。動き回ってもう縦横無尽に駆け回った方がよ、俺は攻撃が避けられんな。すべて他のゲームから学んだことを生かして戦え。これが俺流の戦いか。よし、レイジ回復、強い。よし、お金も拾っていこう。うわすごい、これどうしたの。背中を押されて大変なことになってるよ。これおじいちゃんの髪型がすげえオシャンティーじゃん。いや、まあ、音速おじいちゃんじゃん。これ500キロぐらい出てる。ヒューンって感じだわ。音速おじいちゃんだわ。新幹線より速いじゃん、このおじいちゃんたち。クソかっこいいオブジェンゴね。いいもね。うわ、なんかあった、まあ、回復は貴重、回復は貴重よ。うわー、これも音速だ。いやーうーん、かっこいいな、ここ。うん、かっ、うわわ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 、なになになに、ちょっと待って、茨がまだあったやん。え、やばい、なんか戦闘やん、これ。え、うわー、なんか強そうなのきた。おーい、間違えた。うわ、マジか、おめえ、ふざっけんじゃねえぞ、こら。おお、おお、でもこれ遠距離攻撃ができるね、やっぱ強いな、この家に。なるほど、うわ、いって。うわー、おお、おめえ邪魔だ、マジ。あと、おめえだよ。おら、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 いって。痛えな、こら。あっちに回復があるが、ちょっとずつ行くしよう。うわ、上から、横から、横からやな。遠距離野郎は先に倒してしまえ。後ろから来てるのは分かっている。まずいぞ。うわー、ここ来た。よしよし、気持ちいい。バルハラとはヘルにあるのか。いや違う、バルハラはアースガルズの一部じゃ。認められた死者だけが生ける。名誉の戦死を遂げた者などじゃ。ヘルヘルは不名誉な死を遂げた者の地。罪人か。それと病気や災難、老衰で死んだ者などじゃ。長生きは恥ずべきことだと。戦場においては年は関係ないということなんじゃろ。なるほど。どっから行くの。あれ燃やして勝ち切るのか。そうすると、あっちに行けるようになるけど、あっちもまだ見てないものがあるんじゃないか。よし、何もなさそうだからこっちに登るか。ふい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 。うわー、ここ凍えとるやん君。だってすごいもん。うわ、なんかここのオブジェいいな。オブジェ感動的やわ。なんでこんなにいいポーズで死者が渡れるのか。うん、それで今の事態が好転することはおそらくないじゃろうな。ヘルヘイムの中心部へ向かう障害が一つ減るだけじゃ。じゃが行きたがるやつもおらんじゃろう。なるほど、めっちゃ人歩いてんな、上。あ、回復ある。回復あるってことはなんか強敵出てくるってことじゃないの。こんなおもむろに回復置いとく、置いときますか。あ、これ使っちゃいけないやつか、もしかして。なんかこの戦いあるかもしれないな、これ。なんかありそうだな、こんだけ回復があるってことは。あっちもあるし、あー待って、でもここアトレウスと来ないとダメじゃん、多分。後でアトレウスと来ないと多分ここ開かねえぜ。だって雷のこれだもんな。まあさすがに開かんよな。じゃ、またアトレウスとここ冒険に来なきゃダメだよ、これ。なるほどね。そういうやり込み要素があるのは非常にいいですね。うん。よいしょ。断罪の橋じゃ。あれが万人、死者が本当に死んどるかを確かめとる。奴らを撃っているのは、ね、
あのトーテムには魔術の源が含まれておる。ヘルフェームの力そのもの、うん、じゃが欲しいのは奴の心臓じゃ。あいつの心臓を奪うのか。どうやる。暴れればいい。得意じゃろ。得意です。じゃあいつ戦わなきゃあかんや。橋の番人を倒すとかマジめちゃくちゃだな、こいつやろうとしてること。まずちょっと壺割って回復の、わぁ、壺割って回復のあれを出しておきたかったんですけど、バレた？バレた？あ、でもお前あれじゃん、巨人系じゃん。え？あ、なるほど。え、分からん。巨人系じゃん、お前だって、いつもの、いつものじゃん。おー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 、待て待て待て、お、早え、なにこいつ。いや、ちょっと違うじゃん。なに、なに、あ、やべ、武器を出してね。あ、待って、これ斧じゃない。斧と切り替えられるのか、これ。へぇ、右左で切り替えられるんや、これ。おぉおぉおぉ、いいよ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 。おぉ、怖い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 。でもこれ避けろ。ガードでもいいかな。なんかガードだとたまに食らう時があるから、なんか避けちゃうんだよな。ダークソルの靴に避ける通性がついてる。でもこのゲームね、ガードの方が絶対強いんだけど、避け癖がついてる。仕方のないことなんだよ。おいしょ、どこ行った、行って、なんだこれ、ふざけるんじゃねえぞ。こっちの方に回復があっただろ。1個もらおう。もう1個踏んでもよかったか。まあいいや、もう1個また後で行く。いいよ、ロックしていけ。狙い撃つね。4発ぐらい来る。2、3、次でラスト、これがラスト。あ、叩きすぎ。いや、これ飛んでるやつに当たったらあかんねん。攻撃で消せねえ、しかも。2、3、これでラスト。この後がチャンス。でも飛んでる球が、飛んでる金玉が来る。飛んでる玉が来るとやばい。飛んでる、待った、これ一回回復しよう。敵を見ずに回復する。よし、いいよ。おい、今じゃ。おお、どこ行った。おお、あ、なんか火傷状態みたいになる、これ。どこ行った、どこ行った、全然わからん。こっちか。よし、積極的にもっとこんな感じで殴ってもいいんか。積極的に行こう。あれを避けたら積極的に殴りに行こう。あ、ええやええやええや、あ、ええやええやええや、分かった分かった、掴んできたぞこのゲーム。てか俺このプレ、あー、やばい、ダメージがない。今ゲージが溜まってねえから、これもどんどん拾っていこう。おお、返せる、これ。ええやん、ええやん。あ、でももうなんかダメージ与えられる量が決まってんのか、これ。消えるな、どこ行った。なんやわからん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 、ここなら当たんないんとちゃう。よしよしよし、今おら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 、ダメージ与えられるように決まってるな。マジか、どこだ。もうふざけんなよこいつ。とりあえず普通に倒すか。おお、なんか間違えちゃった。うわ、マジふざけんな。なんだこれ。おらよしよし、砕けちったか。わ、ここ行って、なんでこんな食らうのかが分かる。いや、こいつら放置はできんよな。あ、でも逆にこれで当ててもらうのか。うわ、これそうなんだよ、分かってたけど体が浮かねえんだよ。おじちゃんだからよ、おじちゃんだから。なんなんそれ。うわ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 、マウソマウソ。
うわ、そう、空中撃破できるのかよ。やめろや。向こうも死んでくれた。一旦回復した方がいいか。一旦回復しよう。左に注意じゃん。そうなのか、コウシ君。行って行って、これガードクラッシュされた。うわ、ぶね、うわ、ぶね、うわ、ぶね。後ろごと葬りたい。なんなん。うわ、こいつ強いぞ、さては。さすがメーカー。あ、ねえ、絶対今避けただろ、お前。ふざけんじゃねえよ。でもこれ掴まれた方が一撃倒せたりしない？うわ、いって、マジ？マジ？うわ、近いの。何やってんの、お前。フライヤー、とりあえず。フラっとけや、お前。どこ行った、どこ行った。そっちか。何しでかすかわからん。ね、消えんなや、せこいやろ、それ。どこ行った。来いよ、ほら、正面から行ってやるや。あ、なんかやばそう、やばくない？やばくてピーンチ。まずそう。ちょ、一回回復しましょう。よし。うわ、やーべ、回復してたら食らっちまった。いいよ、もうちょい。なんなん。なんかやばそう、なんか何すんのかわからん。うわ、それ一番えぐいよね。よし、どこ消えた。うわ、わかんねえ。おめえ、どこ行ってんだよ。よし。もうちょい。いいよ。あっぷね。くらってくれ。よし、多分最後の回復や、これ。どこ。うわー、やーべ、お前ほんまにないわ。危ねえ。うわー、また出すの。行っちゃおう。グロしちゃおう。もうちょい。ザコは来てないのか。これの繰り返し。うわー、アイナローリングやばいよ。やっぱガードしていくか、これ。うわ、怖い。ああ、許して。金玉ボーイ、死になさい。遊戯ボーイ、マジ。くたばれー。うおー、危ねえ。なんで死なんないよ、これ。なんで死なないの。なんでこいつ死なんの。まずこれどうやっていくよ。ガードしよう。なんで死なんの、これ。最後がなんで、やばい。なんで死なないの。うわー、やばそう。マジふざけんなよ、こいつ。なんでや、ほんとに。なんなん、こいつ。よし、いった。やったや。お前マジなんなんだよ、ほんとに。ほらー、くらえ。ママの石攻撃ハート効果5ぐらいか。ハート5ぐらいやな。おお、目つぶし、ダイナミック目つぶし。強かったわ、こいつ。こいつ普通に強かったわ。なんなん、お前。心臓を抜き取るのじゃ。ちょいと手が汚れるがの。うむ、へけ、そうなのだ、クレイトス君。心臓を抜き取る、なんか後ろにいない。後ろにいる、何あれ。後ろに化け物みたいな鳥いるけど、大丈夫なの。
モンハン、ここモンハン、ここモンスターハンター、ハンターナイフ、ドゥルドゥルン、心臓を手に入れました。いやー、うわー、パッカリーン、はーい、上手にできました。パッカリーン、はーい、パー、アトロイスのためにバンニーは殺していいのですか、パパ。あと、たとえ息子であろう、息子のためであろうと、いいのですか。でも息子のためなら、もうすごい綺麗な心臓してるじゃん。すごい、すごいやん。そんなに、そんな風に持ち歩けるんだね、心臓って。そうなんです、持ち歩けるんです。すまんな、すまんな、アトリウスのためなんや、すまんな。やべえな、控えめに言ってやべえな、このババ。でもしょうがない、俺も息子のためなら。心臓は取った、こうするかもしれない、これでいいんだな。ああそうじゃ、パイを退散せんとな。で、で、これ絶対になん、プレイヤーゼウス、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 我が父だ。ゼウスがじゃと、こりゃたまげたわ。そうなの、たまげたわい。あの場所は何だった。行ってはならぬ場所じゃ。よいな。あ、死んだ場所、多分パパ死んでるでしょ、これ。だってゼウス、なるほど。なぜ奴がここに。そんなはずはない。あれは幻影に過ぎぬ。ヘルヘイムは住む者を自らの過去で苦しめるのじゃ。今はあの子の元へ戻ることに集中せい。わかった、間違えた。よし、これ宝箱も燃えそうだけどね。まあ燃えたら燃えたで中だけ奪い取るんでいいんですけどね。こっちは行ってはいけない場所だ。じゃああとは戻るだけか。なるほどね、なるほどね。うわ、でもここにもなんかあるよ。これ何、これ、なんだこれは。ブロック、静かに、見つかるだろうが。にしても寒いな。その刃をさっさとよこせ。なぜだ、さっき力になるって言っただろう。ほんと優しいな、お前。俺はお前のサイドクエストまだやってないのに。アトリウスが来たら必ず行く。すぐ戻るぜ。まさか横取りなんてありゃせんよな。ほれ、これで冥界の風を捉えられる。この緑に輝くもんめがけてそいつを投げてみろ。え、え、冥界の風は非常に不安定なので10秒経過すると元の仕掛けに戻ってしまう。おめえの刃であの風の仕掛けを狙って、あの扉の真ん中にある小さな消えるか。さあ投げてみろ。なるほど、でも10秒しか持たないんだこれ。なるほどね、こうやったら10秒以内に全てやるっていう意味か。お前天才かよ、ブロック。そうだな、玉の袋も凍っちまうなら仕方ない。時間がかかりすぎた、早く行かなければアトレスの命が危ない。お前ら震えているな。大丈夫か、これ来た道で戻ればええんとちゃうんだって。冥界の風を送り込む、これをこうやって移していくのか、どんどん。なるほどね、冥界の風ってそういうシステムね。なるほどなるほど、これどんどん移していくのか。やめろー。でもリーチが長い。今お前らは敵ではないのだ。お、来たか、この私が倒してやるぞ。うわ、マジ楽しい、この武器。いや、リーチが長いって単純に強いわ、やっぱり。